エントリーナンバー3番ウッディさんです。僕は宇宙からやってきた大きなミッションを持って、ミッションのために特別仕様の体を持ってきたらしい。母のお腹に入る前に母の夢の中に挨拶に行った。どんなことがあっても普通に育ててくださいと。母は僕が障害を持ってくることに気がつき、まさかと言ったが、そこはごまかして逃げてきた。そして2000年4月3日、僕は地球に誕生した。僕は特別仕様の体を持つということは理解していた。しかしここまでとは理解していなかった。体が動かない、目がよく見えない、音が大きく聞こえすぎて怖い、そして幼稚園の友達と全然違う僕。ウッディ君は地球に合わせた方が早いんじゃないかしら。両親も同じ意見だった。そして僕はアメリカに行った。自分の地球適応プログラムを作ってもらうため。頑張り屋グッディ、毎日いろんなプログラムをやりました。そして歩くことや走ることができるようになった。たくさんの本を読めるようになった。地球を知るために。生活だったんだ。でもあれ、僕のミッションなんだっけ。でも楽しすぎて忘れちまった自分のミッション、思い出せ僕。僕はもう一度自分を見つめるためにアメリカへ行った。アメリカで分からなかった僕のミッションが見つかった。僕のミッションはこれだ。みんなが笑っている世界を作りたい。どのような境遇にあっても自分をしっかりと持った自信のある人を増やしたい。少し照れくさいけど、僕は20歳になった。今日は成人式で着れなかったスーツに身を固めた。まだまだ発展途上。本当はたくさんのことを知りたいし、いろんなことに挑戦したい。そしてみんなが笑っている世の中を作りたい。僕のミッション、これから発動します。皆さん応援よろしくお願いします。ウッディ、ウディウディウディ宇宙人男子ウッディ君、彼のブログすごく面白いんです。ぜひ皆さん読んでみてください。
疲れ様です。はい、お疲れ様でした。ちょっとお待ちください。実は文字盤で喋る人なので、ちょっと不自由なので、ちょっとお待ちください。申し訳ありません。マキシマもお話素敵ですね。来てるよ。突然手当てつけていただいて。マキシマ来てるよ。ひなさんの手作り。手作りなんですね。こちらもそうらしいです。今楽屋の方がつけてます。マキシが来てるよ。そう、ね、マキシが来てるよ。ください、ね、申し訳ありません。早くマキシが来てるよ。はい、はい、遅いなぜだ。はい、じゃちょっと待ちくださいね。よいしょ、これやって喋るんです。じゃあ、何か、緊張はしましたか？うん、ドキドキしました。あ、だそうです。こっちだよ、こっちだよ、こっちだよ、カメラこっちだよ、はい、皆さんもステージに立ってみていかがでしたでしょうか？ステージに立ってみて、感想見てる？見てる？そうなの、気持ちよかったですと言ってます。気持ちよかったです。じゃ緊張しなかったんです。でも緊張はしなかった、うんうんうん、しなかったそうです。本当さすがです。本当に大物だな。ご自身のこう思いの丈っていうのは私が来て、うん、分かった、うん、すみません、喋ってる言葉とこっちが別なので、うん、自分の思いの丈が、うん、自分の思いの丈を、あ、見てるか、うん、見ることができて、自分の思いを伝えることができてよかったです。なる、よかったです。自分の思いを伝えることができてよかったです。だそうです。はい、今日の出来は何点でしょうか？今日の出来は何点ですか？お、100点とか言ってます。大成功ですね。すごいじゃん、イエイ。本当？本当って言うのか。もうバッチリの出来ということで、本当にそうそう、こっちだよ、カメラこっちだよ。おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。マキシャが来たのも、うん